ずはペンのゲーム実況始まるよ。どうも皆さん、おはこんばんにちは。リシーザペンです。今ゲリラで暗黒騎士降臨、体力悪夢限定が来ていました。なのでこの氷やっていきたいと思います。少々お待ちください。このパーティー、いつものソニアパーティーでやっていきたいと思います。はい、それではいきます。まずここで、オッケー、いいんじゃないでしょうか。火力は出ないんですが、片方を倒せましたね。はい、ここは火の列を作って倒していきます。はい、倒しました、おそらく。はい、あとはバージョンのアップデートが来まして、本日の朝来ましたね。ちょっとダメージの表示のところがあれで、あとタイプのところも以前とは違う表現の仕方になりました。また明日からランキングダンジョンやっていくので、そちらの動画もどんどんアップしていきたいと思います。はい、3ターンの間持ち時間が1秒減る。これ痛いね。これでどうでしょうか。闇のレッツを使ったんですが、あと5ターン、12ターンで、はいはいはい、このパーティーちょっと自演が欲しいんですね。で、落とし、これうまい。うん、一人でちょっと虚しい。逃げき、どんどん攻撃が強くなってきた。まあ回復力ならソニアは負けません。この回復力自慢の三撃、ここも耐えて完全回復で、長寿大きいは初見です。なんか今面白いダメージ、テンテテンテンっていう感じですかね。まあ全回復していきます。襲撃？はあ？はあ？もう一回チャレンジします。ちょっとバランスは悪いんですが、しょうがありませんね。ちょっとタイプ限定されてますからね。とりあえずこちらで挑もうと思います。うん、強化ドロップを確か5つ消すと、カイトがなんかあれするっていう能力ですね。確かカイトはちょっとやってみましょう。あ、何この気持ちいい、カコンっていう感じの音は。これさっきと違ってノンストップでいきますかも、いけるかもしれませんね。ちょっとここで回復してくれた、ありがたいね。金もやって、とりあえず火は2体攻撃になりましたね。火は倒せない、はい、倒せない。火が増えましたね。なんかいつもの格好になってるから、ボコゲシっていうのはあんまり意識できないね。うん、この11番とかちょっと見づらいような気がしますね。はい、あとイザナミなんか全く使ってなくて、はい、ちょっと今のうざかったな、今の形で指
すればいい。うん。これでどうでしょう。闇いっぱい消した。カイトが33万出た。とりあえずこれで倒す。これも倒していきます。はい、3ターン闇吸収。カイトなりたいね。これなれればもっとこのパーティーいけるかもしれない。カオス、カオスだな。1個だけしか作ってくれないとか。ただ回復力がもう、回復力考えてなかった。回復力、そこちょっと考えていかないといけないかもな。回復力、ちょっとこのパーティーの改善案っていうのをちょっとお願いします。地獄級は簡単、超級は簡単なんだけどな。はい、じゃあまあこれだけじゃ引き締まらないので、ノーマルダンジョンの今やっているキャンペーン、どこだったっけな、ここだったっけな、ちょっと確認させていただきます。最後までご視聴していただき誠にありがとうございます。よかったらチャンネル登録ぜひぜひお願いいたします。また高評価、こんなのしてほしいな、こんなのがいいですよなどのコメントもぜひぜひお待ちしております。それでは次の動画でお会いしましょう。さようなら。